みんなちょっと急遽動画を回した。フェスの告知来ました。なんか、そうだ。一応来るのは知っていたんですけど、ちょっと完全に今日、金曜日か。金曜日の5時っていうのはノーマークだったな。いつも金曜日の5時にね、出てくるんですけど、はい。今回のフェスのお題は、明日世界が終わるとしたら、いつも通り過ごす、やりたいことを全部やる、助かる方法を探すの3個うわなんかすごい、ちょっと哲学みたいなお題来たな。明日世界が終わるとしたら、どうするかっていう。もうこれ悩むよな。うん。悩むよな。まあ、いつも通り過ごすか、まあ、ちょっとね、最後にやりたいこと全部やると。それかもう死にたくないから助かる方法を探すと。うん。これ人類がね、目指すべきところはね、助かる方法を探すなんだよな、きっと。多分政府的には、どうにかして、もうアルマゲドンと一緒だ。隕石が、巨大隕石が落ちてくるとしたら、それを止めるために手段を考える。まあ、人類はこれをやらないといけないと思うんですけど、俺何言ってんだ、なんか。個人的にはさ、やりたいこと全部やりたいなってのもあるし、ね、やってないことを、ね、知らないまま終わるのも悲しいし、もういいよって、もういつも通り過ごして、これが一番幸せだよって、いつも通りが幸せだよって言って何もしないってのも、ありだね。まあ、政府にはちょっと助かる方法を探していただきたいんですけども、うねちゃんはどうしようかな、これ考え込んだら、悩むな。打つ方はやりたいことやるんだ。もうそらそうだ。風花は、まあ、身近な幸せをね、感じ取り。まあ、万太郎はね、現実的思考ですね。うん。理想的、現実的って感じ。理想的であり、現実的。なんか難しいな。どうしよう、これ。悩むな。これみんな悩むよね、これ。多分みんな悩むと思うんだよね。いや、今回好き嫌いじゃないもんな。自分の性格の問題ですからね。ちょっとこれを答えることによって、みんなに、俺の性格がバレるってのも、ちょっと怖い。隠し通してきたこのミステリアスなうなちゃんの、ね、考えを、ここで言うことになるとは。ちょっと考え物ですね、これ。はい。おみこしって来てるのかな?まだ、あ、これ、ハイカラスクエアにいるから来てないのか、もしかしたら。ちょっと、バンカラー街戻ってみようか。来てるかな?ちょっと見てみましょう。はい、おみこし来てるかい?あ、来てる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 !しかももう投票できるようになってますよ。これ。どうしよう。どうしよう。あー、今回のね、ギア、これだね、この3色。はい。ちょっと色でも考えるべきだな。はい。うわ、かっこいい、なんか。絵が好きかも。ちょっとアメコミ系の絵だ。あー、悩む。ちょっと、要相談。ちょっと考えたらまた投票します。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。皆さん、なんか投票した時はコメントでください。